ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経デザイン編集長の丸尾ひろしです。今回は日経デザイン8月号の特集のご紹介をします。この号では2000人が答えた強いデザイン弱いブランドと題しまして、さまざまな商品のですね、デザインの価値というものを割り出しています。商品にはですね、パッケージの商品にはさまざまな、ブランドの価値だったり、パッケージのデザインの価値だったりというものがありますけれども、今回ですね、この特集ではパッケージの価値というものを、40品目選びまして、それをランキング付けしました。でその中でですね、最も、価値が高いとされたのが、グランドキリン、キリンのグランドキリンという商品でした。グランドキリンというのは、小瓶型のパッケージなんですけれども、非常にその缶に比べるとやはり瓶というものは、消費者は非常に高いお金を出しても買いたいと答える人が多く、そもそものデザインの価値が高いです。また、さまざまな瓶が最近出ていますが、その中でも、これが選ばれたというのはやはりその黒の締まった印象というものと、このマークの銀、あとここの蓋の金というところがですね、このコントラストが非常にはっきりしていて、両方とも黒も金もですね、高級感を呼びやすい要素であるんですけれども、それぞれが引き立っていたというところがあると思います。またその他にもですね、いろんな商品を取り上げたんですけれども、例えば、今、かなり急成長しているのが、こうしたそのフリーズドライのお味噌汁だったりスープなんですけれども、これのパッケージもですね、今非常にその高い、消費者は高い価値を見出すということが分かりました。そもそもメーカーとしてはですね、今まで3個で100円とか、そういった商品を作っていたところに、1個100円を超える商品を出してきた、その中でいかに高級に見えるかということをデザインにかなり、気を使って作っていると、そういう背景があるんですが、そうしたデザイナーの努力が、報われたと、消費者は非常に分かっているということが言えると思います。このようにですね、さまざまなデザインの価値というものに焦点を当てた今回の特集、ぜひご興味のある方は読んでみてください。